カタリナでポルトゥガル、またはカタリナでギマランイスはポルトガルの王女。結婚後はブラガンサ公爵夫人。1580年のアビス王朝断絶時、ポルトガル王位請求者の一人に数えられた。彼女の王位請求権は孫のジョアン4世によるブラガンサ王朝樹立の正当性の根拠となった。父はポルトガル王マヌエル1世のムツオギマランイス公、ドゥアルデ、 母は、王家の所流、ブラガンサ公ジャイメ一世の娘イザベル。1563年12月8日、ビラビソザで、母方重帝のブラガンサ公、ジョアン一世と結婚。ジョアンも、王族の子孫で、ポルトガル王位継承権を有していた。1580年エンリケ一世の死と共に、ポルトガル王位継承問題が持ち上がると、王位請求権を主張した。 祖父マヌエル一世の子孫のうち、唯一存命している着室の男系孫であり、結婚後もポルトガル国内に居住していることが、カタリナの強みだった。請求権者の中で最も強大な権勢を持つ、スペイン語フェリペ二世は、マヌエル一世の女系孫で、継承順位ではカタリナに列をした。しかしフェリペは、カタリナの姉、マリアの長男パルマコを制し、 ラヌッチョに請求を断念させた。カタリナの継承順位はラヌッチョ及びその定前の次に位置するため、カタリナの主張の正当性はこれにより弱まった。フェリペ2世は、カタリナの夫ジョアンに賄賂を与え、引き換えに妻を説得して、王位を諦めさせるよう仕向けた。ブラジル副王職、騎士団長職、インド人と私的な交易を行う特権、さらには、 フェリペの後継者アストリアス公、ディエゴの日にブラガンサ公爵夫妻の即女と迎えたい意向を示すなどしたとされている。ジョアンは妻の意向を受け王の申し出を断った。フェリペ二世がポルトガル王位を継ぐ方向性が固まると、ポルトガルの独立支持者は女性のカタリナではなく非着出子だがアビス王朝唯一の男系男子であった。 クラート修道委員長アントニオを支持した。夫ジョアンとの間に10人の子を設けた。ありがとうございます。